はい、どうも皆さんこんばんは。ということで、12月の20日迎えております。ネクスト G のお笑いしたいです。年内最後の、放送ということになりまして、まあまずね、1年間まずありがとうございました。今年最後の放送無事にね、やってまいりたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思うんですけれども、まあ今日師走最後の放送ということで、まああの企画をやるのか、やらないのかと。というところにもなっておりますが、果たしてどんな展開になるのか皆さん楽しんでいただければと思います。それでは参りましょう。ネクスト G のお笑いしたいです。さあ、改めましてこんばんは。ネクスト G のお笑いしたいですのお時間でございます。この番組は仙台を中心に活動する T ライズネクスト G の面々がお届けするバラエティ番組となっております。 MC は私関亮太でお届けさせていただきます。そしてお相手はこの方々たち。前坂チャンネルです。フアンガールです。シジャクレジェルベルコレカライダーです。はい、まずよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあまず年内最後ですか。そうですね、そこですよね。早いもので、はい、やってまいりましたけれども、うん、あれちょっとなんかあれ人足んなくねみたいな。そうですか。そんなことないですね。別にね、そんなことないなら、パンパンです、パンパン。そんなことないなら、もう十分、はい、この4人がいれば、じゃあこのまま行きますので、うん、おいおい紹介せ紹介せまあね、今ちょっとボイボイ言ってますけど、ボイ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 ってますよ。分かんない、あんまり聞かない擬音でしたね。イメージが分かんない。ボイボイ言っておりますけども、まあね、年内最後の放送ということもありまして、まあやるのかというところで、ちょっとね、我々議論しまして、もういいんじゃないかなという声もあったりとか、ただやっぱり、なんていうのかな、とは言っても、やっぱ待ってる人もいるし。そうですね。まあ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 。ね、まあ、っていうとこか、ね、なんか、うん、やんないならやんないで、うん、なんかやんないのかな、みたいな。そわそわってもーっていう、ね、この、そう。気持ち悪い感じ。こっちもね、辛いのだから。辛いのよ。なんか辛いのよ。いいのに、とは思って。鎖にも縛られちゃってるので、どうしようかなってのはあったんですけど、うん、まあ、まず今年はやろうと。うん。やっぱ、今ね、すごくこう、大変な世の中ですから、はい、まあ、景気も良くないですし、はい、まあ、物価の値上がりとかね、うん、非常にこう、生活も苦しいじゃないですか。まあ、そうですね。はい。その中で一つでもね、うん、皆さんのね、今年1年良かったなって思ってもらえる。一筋の光。そんな話ですか。きっかけになればなって、ね。そうそうそう。きっかけになれば。はい、それ思いでやってますから。やってますからね。人々が生きる希望、光とかね、はい、与えていきたい。まあ、うん、おこがましいかもわかりませんが、うん、少しでもそういうのに貢献していきたいっていう気持ちはやっぱ少なからずあるので、もちろん。やっぱこれは、批判もされるかもしれませんが、やっぱやっていかなきゃいけないのかなと思ったので、うん、まあ相沢和也改め、はい、面白びっくり高校生、童貞スペシャルと。もう自分で言って笑ってるじゃん。本当にやるんだなと思って。っていうことで、ちょっとやっていきたいと思うんですけども、うん、ちょっと今年趣向を変えましてね、今まではただその、相沢和也の今年の童貞ぶりとか、童貞ぶり。10年に一度の出来みたいな。まあそうですね。ボジョレー。そうそう。ボジョレー童貞。ボジョレー童貞。童貞みたいなことをやってたんですけども、うん、まあ毎年それで何も進展がないので、うん、でちょっと今回は趣向を変えまして、はい、まあ、相沢和也って、まあ、年も30を超えまして、うんうんうん、そろそろやっぱ、こう、立場的にもね、うん、やっぱ、後輩とかも増えてくるじゃないですか。更新がね。更新。童貞後輩が。そうですね、増えていきます。増えてくるので、その、彼らに何を伝えたいか。はいはいはい、はい。自分側の経験を生かして。もう、教え導く立場、ね。そう、立場に、もう。ティーチャーですね。ティーチャー。ティーチャーとして。童貞ティーチャー、大引く。うん。もう DTO です。DTO。DTO。DTO として。今日はちょっと、いろいろと、我々もこう、指南いただく立場というか。まあそうですね。あ、なるほどなと、勉強させていただきたいという形でいきたいと思いますので。教育番組です、ね。そうですね。性教育の番組として今年、今回はお届けできればと思います。今の時代ね。はい。ぜひ、ね、ソリマチタカシさんも聞いていただけてるのかなというところはあったので。まあね、ラジオの前のソリマチさんも全部、ご夫婦でね、うん、ぜひ聞いていただきたい。ナルコさんも聞いてるかわかんないですけど。はい。で聞いていただきたいと思いますので、はい、ちょっと本日の主役、はい、ご登場いただきたいと思います。DTO こと面白びっくり高校生さん、よろしくお願いします。お願いします。面白びっくり高校生でーす。お願いします。さあ今日は、いやーちょっと来てしまったなと。何が？今年もね、はい、何の成果も得られないまま、このままに来てしまった。あ、これ毎年確認、毎年確認してるんですけども、そうですね。いや実は。
もう童貞じゃない可能性もあるわけです。そうそうなんです。我々がね、こんだけ煽っといて、うん、違かったらさ、成り立たないじゃん、この企画、うん。で、毎年言うけど、いや、でも、それでも一応今回は童貞という体で、やっていきましょうみたいなのはしたくないわけです。確かに、うん、リアルね。そこをなんかね、うん、こう、ひん曲げて、なんかちょっとやっていこうぜみたいなのは、これは俺、汚いと思ってる、うん。最低の行為だと思ってるわけです、うん。はい、そこに関してはね。なので一応これは、一応確認で、はい、行きたいと思うんですけども、相沢和也改め、はい、温床びっくり高校生さん。はい、あなたは今童貞ですか？童貞じゃありませんか？童貞です。ありがとうございます。拍手おかしいの、ね。ちょっと聞く前からフライングでドって言ってるわ。ドだけ漏れてますよ。ドド。D が出てる。D や。よかった。危なかったね。あった。こんだけオープニング時間取ってこれ企画変えないと。そう。またね。ちょっと2023。クリスマスに聞きたいヒットソングメドレーでお茶を濁す、うん、ちょっと待てよ、おいしかなもうちょっとなんかね、ああおめでとうみたいな、あ危なかったよな。さあということで、はい、まあ毎年やっておりますけども、今ではほんとごめんなさい、今まではちょっとね我々もまあちょっとこうなんかいじりというかね、そうですね、そういう側面が強かったんですけども、うんうん、まあよくよく考えればね、これってすごく大事な問題なのかなと。そうそう。まあまあそうですね。すごく日本のその童貞率もすごい高まってると。そうですね。まあ世界一とは言われてますね。うん、言われてるじゃないですか。まあそれがいいのか悪いのか分かりませんが、うん、ただ今だとやっぱり違う生活環境というか、うん、状況になっていくのはやっぱりあると思うんですよ。うんうん、その中で、まあ、その、ここにちょっとメスを入れていくのもありかな。それができるのはやっぱりもう、重びくしかいないわけですよ。そうね。うんこれは本当に、ライダー今日真剣だな。真剣です。背筋が伸びてる。すごい。こんなじゃないよ、うん。本当に、うん。俺、口数も少ない。緊張してきたな、口数が少ないのは興味がない可能性もあります。興味しかない。喋ることが思いつかないっていう。姿勢だけでもよかった。それで任せるだろうって。会議参加してるフリーを言っときゃいいみたいな。やってますけども。まあ、っていうのもありまして、はい、まあ、その、童貞代表としてね。そうですね。やっぱりその、そこにちょっとこう、何か、こういうところが自分の経験とかも踏まえて。まあそうですね。うん、あくまでもやっぱ自分なりに、まあこういうことじゃないかっていう話なんで、今一概にそれが正しいとは言い切れないんで、はいはい、まあちょっと皆さんからも意見いただきながら。なるほど、なるほど。はい。まずどういうところから。そうですね。うん、まあまず、その、僕の、まあ生まれと言いますか。そうですね。まあ僕は一応、生まれ、はい、その生まれた場所としては、はい山口県の防府市なんですよ。生まれた場所。そう。だこれもちょっとまあいろいろありまして、うん、まず父親がですね、転勤族なんですよ。はいはいはい、で、こう転勤をしてって、うん、転勤先の、山口で、まあ、うちの母ですね、うん、と会うわけ、出会うわけ。あら、ドラマすごい。ご両親はすごいドラマチックな。そうですね。なんかその当時手話サークルかなんか、やってて、そこで一緒になったという。あら、いいね。はい。で、そこでまあ、そのね、山口の隣の県の広島に、うんはいはいはい、転勤になりまして、はい、で、まあ、母親が出産するということで、こう、里帰りをして、で、そこで、まあ、出産、生まれた。里はどこなんですか？里だから山口県です。はいはい。出身山口なんですか？そう、だから生まれは山口県。どっちも？お父さんの方は、宮城です。ああ。お父さんは宮城で、お母さんが山口県。すごい、なかなかね、距離ですね。そう、距離がありまして。ご両親はすごくこう、なんか、ね、ドラマ性があるというか、うん、まあちょっとなんか運命に導かれてみたいな感じありますけれども、はい。で、だからまあ山口県は本当に数ヶ月ぐらいしかいなくて、はいはい、でそこからまあ千葉に転勤したりとか青森に転勤したりとか、はい、結構いろいろ行くんですよ。うん、で、まずそのまあ一箇所で生活してる人だと、まあその幼馴染と結婚するみたいな。ルートがあるじゃないですか。まず、まあ、それがまず、恋愛ルートとして。まあまあ、一つね。まあまあ、可能性としては、ね。まあ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 。はい、まずそこが。そっからの紹介とかもあるし、ね、そうです、うんで。そこはまずないです、ね。まずそこ一個なくなります。なるほど。はい。で、まあ、転勤とか、いろいろしていくんですけど。うん、まあ、そのね、小学生とかの時はですね、はい、もう何ですかね、もう、結構ぼーっとしてる子供で。それは転勤関係ないのではないかと。まずその一個、一個まあ振り返り。転勤の件はまあ幼なじみの件。まあ、まあ、まず一個ありました。まあ、まあ、それはそれとして。うんうん、で、ちょっともうボロが出てる気がする。早く。大丈夫かこれ。ぼーっとしてる子供で、まあなんかあんまりそのね、まあ今もそんなに構わないですけど、うん、周りにそんなになんか興味があるみたいな。まあ、どうしてもやっぱこう、うん、環境も変わるとやっぱ気持ちもね、うん、なかなかね。うん、
まあ、ちょっと仲良くなっても、またちょっと次の学校に行って、うんはいはいはい、人間関係もリセットされるみたいな感じ。うんうんうん、で、一応、まあ、宮城県に住み出すのは、まあ、5年生の時から。小学5年生です。で、まあ、その。まだ童貞ですか？まだ童貞です。今童貞だからね、その頃は童貞なのよ。童貞なのよ。もちろん、ね。卒業してまた童貞なのよ。なかなか難しいです。再入学難しい。まあ、名探偵コナンみたいな。一回戻るとかないんですよ。で、ですね、まあ、大体ね、5年生、6年生ぐらいになると、うん、なんかそういうね、こうね、センシティブなワードじゃないですけど。まあ確かにそろそろね。をし、なんか仕入れてくるやつがいるんですよ。まあ、います、ね、います、ね。どっから仕入れてくるんですかね。なんかわかんないですけど。兄弟とか、兄弟ちゃんとかから。おろし町とかであんのかなと思って、それなんか。おろし町とか。性教育フェアみたいな。やってないんですよ。サンフェスタでやってんのかな。そうです。そう。で、でもそれに対しての、やっぱ免疫がちょっとなさすぎるというか。そこで、一回まず、まあ、知る機会みたいなのがあるけど、それを、なんか、取り入れなかったというか。受け入れられないというか。そうそうそう。まあ、そこ一個、あると思うんですよ。あるあるあるここで、あの、何それって。それはあるね。言ったやつが多分、その、勝ち進んでいく先に行くんですよ。確かに。それはわかる。僕はそっち行かなかった。なんでそういうのを入れないように。ちょっとこう、恥ずかしいのが勝っちゃうっていうもうそうですね。うんうん、あったんで、うん、まあそこをね、皆さんどうでした？いやでもそれはすごいわかる。そこで結構差出るかもしれない、うんうんうん。それをなんか受け入れてというか、そうそうそう、あの、ちょっとこう、そこに、あ、そういう世界にこう一歩大人になるというか、うん、か、やっぱそこで、いや、なんかそういうのちょっと良くないんじゃないっていうふうに思うかで、結構差は出るから、うん。男女ともに、うんうんうん。これを言ってくるやつが、その結構そのクラスの中でも、どっちかといえばちょっとやんちゃ寄りというか、ああ、そうですね。のやつなんで、ね。目立つ系の人たちですよね。これがもうなんかもうすごいね、仲のいい。そこともあんま関われないしね。そうそうそう。友達とかだったら、ね、もうちょっと受け入れてたかもしれない。ああ、でもそれはすごいリアルだわ、そこは。あるよね、そういうことはね。そういう分析。そうなんですよ。そこはまず一個、ドンだって。いや、でもなんか、俺今結構答えなんじゃない根本。根本の段階で。でも、タイミングあるはずじゃないですか。そっから遅れてでも、中学校でも高校でも、そっか、変えていくタイミングあるわけです。でも多分、そこで取り戻せなくなっちゃうと、やっぱ、劣等感も出てくるんですよ、多分。だから、その、そこで乗り越えた子たちっていうのは、多分、そういうちょっと、まあ、この彼女ができたら何だかみたいな、はいはいはい、そういうちょっと、ね、うん、恋愛的な部分での、どんどんこうね、先に。やっぱ経験がどんどん先に進むでしょ。でそれを遅れてると、なんか、俺なんてどうせみたいになると、うん、なかなかそっから抜け出せないっていうのは、うん、俺すごいぞ、今の。答えめちゃくちゃ分析できてるじゃん。なってる人結構ね、もしかしているんじゃないかなと。わかるなぁ。うん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 、そうそう。なんかそこで、なんかこうね、自分の中でこう受け入れられないまま、こう次にどんどん進んでいってっちゃうのが、まずありましたね。ちょっと待って、うん、これすごいぞ。こんなちゃんとした番組でした。思いのほか、そうですね、うん。ほぼ正解と言っても過言ではないのではないかと思います。結構スタートラインはそこだと思うんですよね。そうですね。小5小6回はその感じ。わかる。そこでいいスタート切れるか、遅れるかって結構あるよね。いや、結構ありますね。まあ、遅れたわけじゃないですか。だいぶ遅れました、ね、遅れた。で、まあ、そっから取り返したりとか追いつくっていうのはあると思うんですけど。そうですね。うん、で、で、こう、中学校に上がるわけなんですけれども。はい、ちょっと真剣に切れる。すごいじゃん。ですね。まあ、ちょっと、だいたいまあ、小学校から中学校に上がるタイミングって、みんなまあ、同じ中学に。まあまあ、っていうケースが多いと思うんですけど、僕はちょっとそこからまた、宮城県内ではある、仙台市内ではあるんですけど、そこからまた引っ越しをしまして、で、まあ、別の中学校に、また通うことになるんですけど。サーカス団みたいな生活してるな。サーカス団。サーカス団。サーカス団だよね、っていうことかね。まあ、そこからまあ、ね、落ち着いて、まあ、暮らしていくわけになるんですけど、はい。で、中学校。勝負できそうだけどな。そうですね。で、まあ、当時、まあ本当に入りたてぐらいは、まあ割とこの明るい子供というか。へぇ、うん、そうなんだ。まあちょっと、まあちょっとだけ変わってるな、みたいな。うん。
割と目立つ、キャラが立ってたってことかな。面白みたいな。うん。面白い。ちょっと面白い。ピエロ、ピエロ。ピエロって。サーカスだからね。サーカス。サーカスだ。サーカスなんじゃないの。ライオンとの子供ね。ライオンと。ライオンと。ライオンと。サーカスすぎる。ライオンと。そっちになっちゃう話題が。そうじゃない。で、まあね、その、違う学校から来てるし。で、ちょっとなんかね、なんか変わってるというか。まあ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 。感じになると、やっぱりちょっとこうね、叩かれるわけですよ。ああ、そういうところが。その時から。うん。その時から。その時から。今に至るまで叩かれ続ける。炎上キスじゃないすげえ炎上するから。なんかこいつちょっと気持ち悪い。気持ち悪いな、こいつ。開花してんな。才能か。結構なんか言ってくんですよ、そのクラスの女子とかが。キモいみたいな。そうなんですか。結構。それは辛いな、結構。言われて。まあ友達もなんかそんなにできないし。あんまりそれぐらいのレベルは結構なかなか多様性がまだ認められないっていうかね。割とみんなで同じ方向を向きたがる年代でもありますよね。そうなのはね、結構。結構弾かれるパターンもあるよね。そうですね。で、まあもうなんか、本当に学校行きたくないなぐらいまで。あ、そう。ちょっと思って。いやでも、なんか、こいつらはその俺が行くことを、なんか嫌がってるから、うん、もう俺が投稿し続けることによって、うん、そのせめてものの嫌がらせじゃないけど。復讐強いな。っていう、なんかちょっとこういう負のポジティブみたいな感じに、ちょっと転換して、なんとかこう変え続けたみたいな、あのところがある。意外な、ちょっと。確かに。聞いたことなかった。聞いたことなかったね、その話は。そうですね。まあだから2年生ぐらいからこうちょっとクラスも変わったりとかして、うん、まあ友達もある程度できて。同じようなね。できてたんですけども。だやっぱりそういうちょっと軽くまあね、いじめじゃないですけど、ちょっとキモいと言われた事件があって、うん、そこでちょっと僕が、まあちょっと内向的じゃないですか。まあ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 、それなちょっとここで暗く、うん。はいはいはい。なってくるんですよ。だからそういう、なんですか奥底みたいなところも、うん、結構ここの部分が影響してくる。自信って大事ですよね。何においてもね、うん、根拠なくても、うん、自信って大事だからな。そうなんです。だからここでちょっと自信を、なくなってしまって、はいはいはい。はい。で、まあね、こう、まあそんなですね、クラスで好きになるような人も、そんないないというか、うん、感じのままこうずっと行ってきて。いや思いのほかちょっとちゃんとした、ね。どうしようって思って。そうです、ね。でもなんか、すごく、やっぱ形成期ですよね、その10代。まあ、重要な時期と。そう。この思春期の、そう、ここの時期で何があったかで結構その性格というか。割と決まると思う、性格、うんうん、そうね、物事に対する、考え方とか、そうですね。自信とか、で、結構もうほぼそこで作られてると言っても過言ではない、うん。そうなんですよ。ですよね。うん。そこか、やっぱり。そこなんですよ。でもやっぱりほら、ね、その女性とか女の子に対して積極的にいけるかって、やっぱ自信がないときついじゃない。それこそ周りからそんなこと言われたらさ、いや、俺がなんかってなっちゃうもんね。それが多分ずっと引き続けられちゃうよね、多分ね。そうなんですよ、ね。よっぽどのことがない限り。だからもう、なんなら女子からその、キモい、キモいってずっとね、うん、こう言われてきたから、うん、なんかこれでちょっとキモいって言われちゃうんじゃないかみたいな。っていうおっかんさんもあるよね。また言われるんじゃないかみたいな。いやー、それは臆病になるわね。そう、これだいぶ食らって。うん、うん。で、なんかクラス、一応まあね、学校にもね、こう、毎日行くけど、はいはい、なんか教室の隅っこで、ね、ずっとなんか考えて。まあ当時なんかそのお笑いとかには興味あったんで、まあちょっとネタ考えたりとか。中学生が。その段階でネタ考えてる。中学生がそのなんか投稿するような番組とかも当時あったんで。あ、名前言ってましたね。そう、それのなんかネタをずっと考えたりとか。うん、っていうのをずっとやってましたね。なんでそんな話してんの？ちゃう。いや、その友達となんかこういうね、どっか行ったりとかっていうよりは、こう、ないと内向的。な感じでずっと。でもそんなあなたも大学の時でしたっけ？なんかあの同じサークルの女の子にちょっとこう、心惹かれ。ああ、そうですね。っていう話あったじゃないですか。そこはでも、そこは行けたんですか？行けたというか、まあ結局、まあね、振られちゃったって話だったけど、でもそこにこう、でも、やっぱ変えたいっていう気持ちがあったんですかね、そこは。まあそうですね。まあそこも、まあ高校も時とかもそうなんですけど、やっぱりこのね、中学、生までに、ね、うん、まあそういう、なんかね、付き合ったりとかする経験もないってなると、あ、この人好きだなってまずなるじゃないですか。はいはいはい。そっからが長いんですよ。
まあそうそう、ね、こっからね、なんかちょっとこう話しかけたりとか、うん、アプローチして、ね、付き合ってくださいみたいな、うん、こう流れなんですけど、うん、まあそこでちょっとずっとモヤモヤした状態で、うん、でもうそっから長いんですよ、もう何ヶ月も引っ張ってからなんか付き合ってくださいみたいな、その、うん、急に言ったじゃん、急に言ったりとか、ゼロからゼロじゃない、100、それがその過程が踏めないわけでしょ、要するにそう、ゼロ100ゲームしかないんだ、分かんない状態、するタイミングがなかったってことですね。あ、まあちょっとずつその仲良くなってとか、なってかなきゃいけないのに、っていうのがなくて、うん、思いさえ伝えればっていうそのね、だそれをみんな中学校ぐらいで終えてたり、終えてたやつだけど、その失敗を、違うダメなんだと、うん。いうことになって徐々にこう学んでいくわけなんですけども、うん、まあ、それやっぱ遅れてるわけなんですよね、スタートが。はあ、なるほど。で、うん、今までなかった分その一個に対しての思いがちょっと強くなっちゃった。なるほどね、怖っ。いやでもこれはあるよ、みんな。これはあると思う。これはある。ある。てか、ほぼ正解出てると思うよ。遅れたとしても踏まなきゃいけないステップは多分一緒なんですよ、ね、一緒なんですよ。取り返したいから、うん、そうなんですよ、一気に行きたいわけですよ。そう、うん、で一気に行って失敗して、でまた自信なくしてを繰り返すという。そうなんですよ。そんな悪循環ですね。だから全部聞いてると、うん、結局つながってるし全部。結局まあ高校も、まあね、当然彼女もできず、うん、で大学に入って、大学のそのね落語研究会、うん、サークル入って、うん、その女の子、同期の女の子です、うん、で好きになって、でそれもなんか3年生ぐらいから、うん、ああ、ちょっと好きだなっていう。後半戦だよ、ね。後半の方に。もう後半の方になって。いやいやいや。うん。そんで、まあ、どうすかな、みたいな感じで。うん、で、まあ、大学、その、落研の、なんか、合宿みたいなのがあるんですよ。はいはい。で、その4年生の時の合宿で、その子はたまたま欠席してたんですよ。はいはい。で、その時に、いや、ちょっとどうかな、みたいな、みたいな感じで、こう、まあそういう恋バナをする流れになってきて、はいはい、いや実はね、みたいな、うん、ここでちょっと話をして、うん、いやでも、何々先輩、なんかちょっといい、いいかも、みたいな、ちょっと言ってた気がするんですよ、みたいな。後輩はそう言うでしょ。言わせてるじゃん、後輩。みたいな。言わせてんでしょ、兄さんがなんか言ってるんだよ。本当かな。バイク班。バイク班言ってます。マウンテンバイクね。いいって言ってます。マウンテンバイク講座。なんで髪型なんだよ。髪型落語。髪型落語です。髪型落語研究会。そちらに。急に。おまんねん。おまんねん。兄さんが言うてますよ。そうか。で、まあ、その、帰る方向も、こう、ほぼ同じだったんで、はいはいはい、こう、いろいろとこう喋って、うん、で、帰ったりとかしてる中で、好きなんですっていうのを。うわ、まあそれもだからタイミングもちょっとね、急にそんなこと言われてもな、うん、例えば本当にそのいいって言ってましたよっていうのが本当だとしても、そこで急に言われてもなっていうのはあるよね。告白びっくり大学生ですね。向こうから当時その概念ない。迷惑びっくり何々せない。ちょっと迷惑だよそれはね。で、ちょっと考えさせてください。おー、まあ、急に言われたからね。で、後日正式にちょっと振られて。なるほど。はい。だから、そのステップの踏み方とかも多分そうですね。学ぶとこで学んでないから。うん、まあ、それ自体は絶対悪いことじゃない。悪いことじゃない。別に全然いいんだけど。うん、なんかそういう、だから結局うまくいかなくて。で、まずだったら自信をなくすわけじゃないですか。うん。うん、あ、だから怖いね。だからそういう環境というか。やっぱその幼少期、10代ぐらいでどう過ごすかって結構やっぱり何でも影響してくるのかなっていうのは。しかしそう、だから、うん、我々も対応間違えてたというか、その今どうにかしろどうにかしろっていうのを言い続けて、だからこう何の展開もないまま毎年毎年目が深いですよ、もっと本当は根本はちゃんと把握した上で、根本をカウンセリングしなきゃいけない。カウンセリングじゃない、カウンセリングをしてなきゃいけないから、何もしないもんね俺ら。何もしない。ただもう本当になんかもう応急処置っていうか、自腹でひたすらコードスプレーをかけてテーピングバイターで行けみたいな感じだったから、どんどん怪我が広がるばっかりで、ちゃんと、ね、折れてましたね。折れてとりあえずテーピングバイターで行けるかなってやってるだけだから、何のメディカルにもなってなかった。そりゃそうっすね。いやそうか、これはでもちゃんと話を聞くべきだったね、うん、我々も、うん、でもすごくなんというか思い当たる節めちゃくちゃあると思うんですよ今。そうですね、話聞いて、
俺すごいまとえてると思うよ、うん、ほぼほぼ俺こんな展開になると思わなかったもん、うん、ちゃんと振り返ってみたら、うん、いやもうこういうのいっぱいあったなみたいな、うん、あったんで、いやいやすごくこれためになるというか、うん、なんだろう、教育というか部分でもすごく大事な部分なのか、まあ、それが全てないにしてもさ、うんうん、やっぱこういうぐらい影響は出てくるんじゃないかなっていう可能性はあるので、うん、いやこれはちょっと行きましょう、講演会、講演会回りましょう。講演会。全国いけるこれで。全国。中学生ぐらいが多分そういう悩み多いと思うんですよ、やっぱり。うん、そう、子供と大人の狭間というか、うん、高校生の時もだんだんもうオープンになってくるから、うん、あれですけど、なかなかほら恥ずかしいことばっかじゃないですか、中学生って。そうですね、うん、ちょっとそのぐらいの世代の子たち。うん、ちょっとこう伝えていきたい。こう、ね、これで大丈夫なんで、こうすればいいんだよっていうのを、うん、俺はでも大事だと思うなぁ、はい、それって最終的には成功した人がやる現在進行の人がやる、まだ早い、いや、まあまあそうだけど、ね、まあでもいずれはでもまあ一番リアルか、それ、うん、そう、逆にそういう声を届けるのもあるんじゃない、いや、こうなりたくないって、うん、こうなりたくないって言葉あるんですけどね、うん、思わせるというのも、はい、あれかもしれませんけども、あ、もう終わりですよ、もう終わりですよ、ちょっと全然ちょっと、まあ、来月もやりますか年またぎ毎月やりますかこれ、うん、っていうぐらいちょっと今年、まあだから本当になんて言ったらいいのかな1年、ね、この気持ち、うん、でもすごくためになった、はい、思いのほかためになったというところもありますので、うん、はい、2023年ありがとうございました、はい、はい、ちょっとこの後もうちょっと話しますか、そしたら、ね、あ、そうですね、なので、アフタートーク、まあ、まず今年最後の放送ということで、はい、思いのほかすごく内容になってしまいまして、うん、本当すいませんでした、どうぞ来年もごひいきお聞きいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、良いお年を、良いお年を。